よよよ、今回はバンドリーっていうゲームをね、やっていきたいと思います。最速攻略でやっていきたいと思います。今回は、名前のない怪物ということで、設定はこんな感じですね。長押しラインの濃さを、長押しのラインの濃さ、ラインってあの通知の方じゃなくて、ラインの濃さを100にして、いつも通りのスタイルでやっていきたいと思います。さあ、今回は、ライブの、このなんか、ライブブースト消費量を、3にして、意味ないことしていきたいと思います。さあ、名前のない怪物、ちょっと、文字がちょっとね、少ないんですけど、なんか、足りないとこある。ポーズは始まりますよ。はい。はい。ダラーン、ダラーン。はい、ダラーン、ダラーンと、ダラン、ダラン。はい、生活防水。はい、はい、はい、生活防水の音が聞こえてるんだけれども。はい、はい、はい、はい。まあ、なんか、ロングノート多いっすね。めっちゃロングノート多いんですけど。これどういうことですか？めっちゃ手痛いですけど。はい、指が痛いんだけど。これどういうことですか？帰ってくんないでくんない。はい、はい、はい、はい。あ、なんか優しくなりますね。ここは優しくなって、フェアリーテールって、もうアニメのやつしか思い浮かばないんだけど。はい、はい、なんか静かになったね、これ。どうしたの？この人どうしたの？はい、はい、はい、はい。あ、なんか、声が大きすぎて聞こえないんだけど、あれが聞こえない。文字が、BGM が聞こえないんだけど。シャンシャンっていう音しか聞こえないんだけど、これどういうことですか？設定変えてもらっていいですか？はい、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 急にフリック入ってくんね。この人誰？真ん中にいる人だな、誰なの？めっちゃ喜んでるけど、どうしたの？あの人なんか嬉しいことあった？なんかパン屋やってそうな顔してんの？あの人どうしたの？なんかすげえ乗ってんだけど。あ、自分も乗ってたわ。てか、何したらいいんだ、これは。あ、上からなんか譜面が降ってくるんですけど。はい、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 赤色多いね。はい、はい、はい。星の中で、はい、星のカービィを、はい、発動していきました。はい、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 忙しいな、これ。このゲーム忙しくね？こんな忙しいゲームだっけ？ランク今170、750ぐらいいってるんですけど、170から1日で750いくためにはどうしたらいいですかね？はい、はい、はい。上限解放されてない。上限は解放されてないけど、まあ、使ってね、頑張っていきたいと思います。はい、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 はい。はい、めっちゃ忙しい。これ何？めっちゃ難しいんだけど、これ。どうしたらいいの？この、おはよう。あい、来たんじゃない？これ。フルコンボってやつじゃない？これ、みんなが目指すやつじゃない？最初に。最初に目指して、絶対できないやつでしょ。おっせ、来たー！フルコンボ。どうこれ。めっちゃすごくない？これ。めっちゃグレート多いんだけど。はい、というわけで、今回は夜行性ハイズが来たということで、早速初見でね、遊んでいきたいと思います。リーダーは、昨日紹介した、パン屋ですね。顔面パン屋みたいな顔して、お顔がパン屋みたいな顔してる人ですね。早速ね、初見プレイなんで、なかなかね、フルコンボ目指したいところなんですけど、難しいというところなんで、まあ、25でもね、最近難しいんで、ちょっと遊んでいきたいと思います。夜行性がハイズするみたいなんで、ちょっと、なかなか難しそうなんですけど、さあ早速パン屋の顔が見えております。ダンチャ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 ン。はい、はい、はい。ああちょっとね、この曲聞いたことないからね、なかなか難しいかもしんないんですよね。はい、はい。あ、でもね、意外と簡単かもしんない。あ、グレート出たんで、これ失敗ですね。最悪ですね。それはないんですけど。はい、ダダ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 ン。正直ね、前回も言ったんですけど、声でかすぎて聞こえないんですよ。音楽が聞かなくて、楽しめないんですよね、これ。ただ上から降ってくる譜面を、こう、タップして押してるってだけなんで、全然面白くないんですけど、これ。はい、はい、はい、はい。だ、せっかくさ、こう、アイミンだっけ？アイミンが歌ってくれてんだよ。だけど、ちょっと聞こえないんでね、ごめんなさい。はい、後で聞いときます。SE なしで聞いとくんで、よろしくお願いします。いたします。いたします。はい。前回って言ったら何でも通用するみたいな、そういう考えだけはね、避けていきたいんですけども、はい、サビ入りましたね。今、サビ入ったところは少しね、公式の動画で見させていただいたんですけれども、昨日ね、菅田将暉が路上で踊っていましてですね、それを目撃してしまったという報告をいただいたんで、わかった、私も、ご近所からちょっと、見たんですけれども、その光景を見て、裸で踊っていたんっていうところで、なかなかね、苦しい状況でございます。方はちょっと業界を、このままね、
進んでいけるのかっていうところなんですけれども、さあ早速ちょっと終わりそうですね、曲が。お、終わりましたね。あ、最後はトリルで終了ということで、体力が1600ですね。よくフルコンボできましたね、これ。はい。というわけで、実況ですね。初見実況、ハイズ遊んでみました。今回はラスサーっていうゲームをやっていきたいと思います。というわけでですね、早速なんですけれども、パーティーがこちらですね。リーダーが、変わっておりましてですね、アフグロのリーダー、ランちゃんとなっております。はい。で、今回アフグロパーティーで固めてみたんですけど、宇多田ヒカルさんと、これアンテナパン屋ですね、パン屋がおそらくリーダーじゃないんじゃないでしょうかっていうところなんですけれども、あとはひまりちゃんですね、このエモいヒカリちゃんを入れていきたいと思います。早速いきましょう。ライブブーストなんですけど、安定の2でいきたいと思います。はい。自分らしさということで、今回はらしさっていうゲームをやっていきたいと思います。さあ、ラーちゃんいますね。パン屋も安定しています。はい、棒持ってます。はい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 、はい、楽しいですよ、このゲーム。このゲーム楽しくないですか？皆さんやってます、このゲーム。はい。ダン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 チャンタンタカ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 タン。はい、馬乗り決まりましたね。馬乗りが決まりました。はい。皆さん馬乗りしてますか？馬乗り、競馬はやってますか、皆さん。競馬をやったことありますか？コメント欄でお願いしますね。競馬やったことあるかないかで大丈夫です。と、急に止まるのやめてもらっていいですか？僕が急に止まるのやめてもらっていいですか？悲しくなるんでやめてもらっていいですか？せめて BGM はつけたいんですけど、グレードが今、すごく柔らかくしましたね。グレードすごく柔らかくしました。グレートエスケープみたいにやるかしましたよ。はい。リザードが火吹かないみたいな、そんなレベルでやるかしましたよ。はい。はい。急に簡単になるって やめてもらっていいですか？ 6 兆年ぐらい簡単になるやめてもらっていいですか？嘘ですよ。はい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 。期待される。はい。サトシが期待されますよ。はい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 。ロングローズがえげつないですね。はい。はい。なんか、連打激しいですね。はい。はい。サビ来ますよ、皆さん。黙った方がいいですか？サビ来たら黙った方がいいですか？ターターン。はい。なかなかね、あれ曲がない、いい曲なんで、なかなか触れづらいっていうのがある、触れづらいっていうのはあるんですけども、相当なサンダードラゴンですね。はい。行きましょう。はい。はい。ただ、僕、君じゃないし、僕でもないです。はい。誰ですか、あなたは。はい。はい、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 はい。あんなグーとか出ましたね。まあ、気のせいでしょう。先月ですね、私、ランニングしていたらですね、青色と青っていう曲があるんですけれども、その曲歌ってたらですね、ご近所のおばさんにですね、睨まれました。はいはい、終わりますね。はいはい、来たんじゃないですか、これ。フルコンボ来ましたね。フルコンボ、はい、さすがアフグロパーティーでございます。フルコンボは来たんですけれども、はい、嘘です。なんだこのおっさん。いやあみんな、今日やっていきますわ。パーティーよってやつなんですけれども、皆さんご存知ですか？アガリオっていうやつが本家なんですけれども、そのゲームのパロディ的なやつですね、早速ね、遊んでいきたいと思います。さあ、いきなりちょっとね、笑ってしまって、おじさんの顔があるんですけれども、早速ね、遊んでいきたいと思います。そう。ちょっと遊んでみたんですけれども、スキンが一つ解放されてですね、こちらのスキンもあるんですけど、メガネ小僧のスキンもあるんですけど、とりあえずね、デフォルトでやっていきましょう。さあ、マッチング中ですね。さあ、これはね、1位になるんですよ。1位になったら、人の勝ちみたいな。で、これ、タップすると、こう、掴めるんですよ。ほんで、これ、外に投げる。あー、ちょっと外に投げれなかったね。もう一回掴んで、パンチ。あ、やめろ、危ない、バースターン。こういうゲームです。こういうゲーム。もう一回行っていきましょう。もう一回行こう。さあ、マッチング中。ああいう感じでね、外に投げるごとにでかくなるんですよ。キャラクターが。で、こう投げる。あぶね。で、あ、こういう感じ。で、掴まれた。危ない。ガブアッサンベス。あぶね。あぶねってなんだ。死んだんだぞ、俺。今度こそチャンス。真ん中行って、ちょっと掴むやつがいない。これ、人が掴んでるのを掴むことができないんですよ。こいつ。あ、できないか。ちょっと待て。掴んで、投げる。
よいしょー、来た。お前しかいない。くそーら。ボッ。よっしゃ、あいつだけだ。掴んで、え、待て待て。危ない。ガッ。ガッ。え、自分じゃこれ、勝った。みんな来たぞ。1位になった。やばくね、ちょっと待って。初見で1位になった。顔見えてないけど。え、すげえ、これ、スコアやばくない？え、ちょ、もう一回やろう、もう一回1位になろう。お？メガネ小僧、お前。ゲットイン。いや、広告かい。あ、ステージ変わってる、あ、真ん中の、こいつやつよ。あ、待て。捕まれる前に。あ、待て。バッサン、太陽のポン。ハイドロポンプ。いけ、投げろ。よっしゃ。お前、掴んで、パンチ殺された、パンチされた。おい。危ねえ。キングの座を奪う。やじゃ。よっしゃ。さあ、最後逃げて、掴む。投げろ。よっしゃ、きっと。これ何もらえんの？二度目の勝利だよ、これ。あ、すげえ。これやべえ、極めようかな。俺、このゲームのセンスあるかもしんない。ねえ。俺さ、このゲームのセンスあるかもしんない。もうやんねえけど。いやーみんな、今回もね、明かりよけのシリーズやっていきたいと思います。さあ、今回、バンパーイオっていうやつなんだけれども、こちらもね、前と同じではないんですけれども、前でやったのは、掴んで突き落とすってやつだったんですけれども、こちらは、ぶつかって、突き落とすって感じのゲームですね。早速ねやっていきたいと思います。さっきねやったんですけど、スキンはこのなんか野球ボールみたいな野球ボールみたいなやつ、まあ、今回これでやろうかな。さあ結構目立つんですけど、早速やっていきたいと思います。準備完了。ドラッグして操作。なんかドーナツみたいなとこをスタートしたんだけど、よし、スイカ倒して、集中狙い。こいつちょっとでかくね。危ねえぞ。こいつ赤色のやつ危ねえ。ちょっとでかい。いけるか。危ねえ。こいつでかい。落とせ。よし、あっぶねえ。こいつやべえ。これやめて。あ、やだ。なんだセカンドチャンスって。いや、広告マジか。前より難しくなってねえか。え？始まってたの？え？いや、始まってたろ今の。なんだよ、今の。いや、これ、下ネタかよ。いきなりちょっと、ここの、こいつでかくなった。あ、やべて、あぶねえな。ばあちゃんの塊、あぶ、なんでよ。お、大きいんじゃない？これ、ちょ待て。みんな来たぞ、これ。とうとう、俺の時代が。マツケンサンバ、やめて。危ねえ。来るぞ。野球ボールの、甲子園始まる、甲子園。来たー。みんな来たよ、これ、見て。やばくない？え？まだ数回しかやってないよ、これ。すげえ。やべえやつじゃん。いや、広告多すぎない？あ、ステージ変わってる。お、なんか、リスタート変わってる。さあ、やっちゃう。ちょっとね、今回もね、ちょっとね、自信が出てきた。自分に。いやーみんな、今回はね、ランガムスポーツっていうのかな。このゲームをね、やっていきたいところです。このゲーム、なんとね、ちょっと説明をしますとですね、気軽にね、オリンピックの内容を楽しめるというゲームになっております。私、オリンピック、出場はしておりませんけどもですね、かなりの実力者と言われております。さあ、その私がやっていきたいと思います。さあ、行きましょう。おっと、なんだこれ。すげえ右が気になんだけどなぁ。まあ、いっか。とりあえずこいつで。ここかな。ここクリックで。
はい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 。お、お、来た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 。ちょ、本気で行くわ、俺。ちょっと待ってよ。お、え、え、ちょっと待って。ちょっと待って。え、待って。え、ちょっと待って。俺さ、普通にオリンピックできると思ってたんだけど。え、これ、ネタ系のやつですか？え、マジか。何？ 3、2、1、あ、ちょ、なんなのこれ。なんだか。お前なんだよ、急に飛び上がってなんだ。え、なにこいつ、なんか足から鉄砲出てんだけど。なにこいつ、やべえやつじゃん。なにこいつ、頭からなんかアンテナ出てんだけど。21秒、死んだぞこいつ。待って、これダメじゃん。俺さ、普通にさ、オリンピックのゲームできると思ってたんだけど。え、ちょ、もう一回やっていい？お、次、まとわってたね、まとわって。お、いろんなのできるんだね。やっぱ、オリンピックっていうだけあって、いろんなのできるね。こっちで行こうか。あ、これは、ちょっと、有料だから、とりあえずこっちで行こうか。どうすんの？まとわったゲームじゃないの？まとわったゲームじゃないの？お前、死んだし、また。え、何してんの、マジ。優勝したしよ。ちょっと待って。え、まだあんの？高飛び。どうせこれ何回でもジャンプできるやつだろ。お前だって絶対できるわ。できないわけがないじゃん。高飛びかわいそうだと思わねえのか、お前。高飛びの概念返せ、マジ。え？いや。行くぞ。一回ジャンプして。おい、なんだよ、お前。なんだの。今の合格かと思ったじゃねえかよ。死んでんじゃねえ。いや。3メートルも飛べるか。とりあえず行くか。2面目行く？ 2 番目。オッケー、なんかジェットピストルみたいな足につけてる。ジェットピストル足につけてる。いや、これやばいんだって。オリンピックの概念がねえんだって。こいつ絶対優勝じゃん。3、2、1、はい。ジャンプ。うまくね、俺。急にうまくなった。いや、なんで急に。いや、俺、足を折れてるじゃん。やあ、みんな。今回はね、一度もバスケットボールやったことない俺が、バスケやる動画です。多分ね、みんな引きこもりがちだと思うよね。だからね、その分やるわ。じゃあやってく。タップしても、あ、名前入力ですね。とりあえず、じゃあ、キューちゃんでいきたいと思います。キュウリのキューちゃんではございません。いきましょう。うん、読めません。はい、2プレイヤーかシングルプレイヤーですね。とりあえず、シングルでいきましょう。なんかこの手の長さが異常なおっさん。手の長さが異常のおっさんでいこうかな。なんかいろいろ選べるみたいですけど。いや、これいじめだろ。これいじめだろ、完全に。まあやるか、とりあえず。あ、解放されていくのね。なるほど。このうんこを出すまでちょっと頑張ろうかな。とりあえず行きましょう。ステージもこれで。操作がわかんない。あ、なに、どうすんのこれ。動きがやべえ。猿みたいな動きすんな。いや、いや、入れろ。どうやって入れんのこれ。待って、ぐっ、危ねえ。あいつもなかなか入れれないな。取られた、危ねえ。いけ。めっちゃ空中飛ぶんだけど、こいつ。いや、同じ人間だ、お前。いや、10円しかもらえねってねえじゃん。もう一回やろう、もう一回。これ、入れ方わかんないんだけど、マジで。どうすんのこれ。いや、ちょっと待て。いけ、走れ。あー、待って、取られる。うん、あんた、ちょっと、あんちゃん。駄菓子屋行ってくるわ。いけ、入れ。入れろ。よし、来た。ダンクシュート。いや、誰だよ、お前。いや、動物がバスケしてんじゃねえよ。お前、動物がバスケしてんじゃねえよ。お前、帰る。いや、割れんてんじゃん。なにこれ。いや、こっちの方が面白そうじゃん。このさっきめっちゃクソ強かったやつ。あ、取られた。いけ、バンス、バンザータック。
誰ぼーつ、ぼーちゃん。ぼーちゃんいけ。はいはい、入れろ入れろ。よし、来た。来た。いや、誰だよ。マサイ族みたいなの出てきたぞ。マサイ族出てきた。こんな勝てるわけねえじゃん、マサイ族。いや、強すぎ。笑った。笑ってねえけど。次ね、2プレイヤーっていうのやってみたんですけど、これなんだろう？変わんねえか、なくない？あ、ネット対戦だ、これ。ネット対戦、これ。さあ、行けぞ。なんだあいつ。なんだあいつ。ジャンプしかしねえぞ。え、上乗った、上乗った。行ったら、ダンクシュート。決めたれ、決めたれ。え、動かない、動かない。ジャンプ。よし、来た。どうやって終わるんだろう？すげえ、これ。え、危なくないこれ。お前、素足でバスケすんなよ。お前、素足でバスケしてんじゃねえよ。決まったけどよ。え、すげえ、俺、バスケのセンスあるかもしんない。初めてやるんだぜ、バスケ。これは、3点マッチ。何点マッチこれ。あ、取られた、取れた。入れろ。すげえトリッキーな動きしてんな、こいつ。やべ、チートみたいな技出た。え、チートみたいな技出た。やばい、これ。これ、コツつかんだかもしんねえ。見てみんな、これ。これ、やばくないか。これ、やべえぞ。来た。いや、何点マッチだよ。早く終われよ。あ、取られた。いや、課金させてくんなよ。いやーみんな、今回はね、シックイオかな？シックイオ？わかんないけど、これやっていきたいと思います。見ての通り、お掃除をするイオでございます。ちょっと待って。まあ、ちょっと遊んだんですよ。これハマっちゃって結構遊んだんですけど、イオの中で一番好きだった、これ。一番ね、なんか、しっくりくるやつだった。じゃあ早速やっていくわ。皆さん、お掃除してます？ちゃんと。部屋の中ね、汚くなるんで、お掃除ちゃんとしましょう。ただね、こいつ広告がやべえぐらい多いんだよ。だからね、ところどころ変なところでカットするかもしんねえわ。こう、ちっちゃいものから、自分側の体がちっちゃい時は、こういうスマホとかね、人のゲーセンで落としていったスマホとかを拾っていくスタイルですね。いや、ゲーセンの中汚すぎだろ、明らかに。で、これオンラインなんで、いろんな人がいるんですよ、こうやって。で、ある程度大きくなると、人も座れるようになるんですよ、これ。なんと。あ、待って、こいつ。取られる。お、でかくなった、でかくなった。ある程度でかくなったらね、結構ね、いろんなもんを吸い取れるんでね。あ、人もこれ。人も吸い込めるってやべえよな、こいつ。これもうなんか、怖くない？ちょっと。うわ、やっぱ、危ない、危ない。でかいやつに吸い込まれるとやられちゃうんですよ。自分も。で、これ車とか、あ、車ダメだな。あ、やべえ。外出ちゃったからこれだいぶ、ロスしてる。やべえ、やべえ、やべえ。やべえ、みんなでかい、みんなでかい、あいつ。あの緑のやばくね。あいつでかすぎだろ、何もかも。やめて！あ、でも吸い取られなかった。あれ？なんか吸い取られ、自分がやってる時ね、吸い込まれるんですよ、あれ。あ、こいつ吸い込める。ほら。残念。残念賞。あと7秒、7秒、7秒。あー、ちょっと待って。めちゃくちゃでけえ。これおそらく、でかさを競い合うゲームなんですよ。あー、ちょっとあんまでかくなんなかったな。次。みんな、今回はね、これ動画の広告ね、見てきて、ちょっとでかい、あれからスタートですね。さ、これがね、すごくいいですよね。いつもよりでかいスタイルでやってくれるんで、こう、もう、常にもう人よりもでかいっていう、人一倍でかいっていう状態からスタートできるんで、これはめっちゃ楽っすね。ちょっといろんなのをちょっと、おー、すげえ、すげえ、すげえ、こうなってくると楽しいんだよ、このゲーム。このゲームやべえんだよ、こうなってくると。何でも吸い取れるんだよ、これ。壁まで吸い取っちゃう。これはマジ面白えわ。やべえ。やべえんだ、これ。街並みもいろんなのあるんだけど、もう全部吸い取っていく。全部掃除機、お掃除しちゃう。お掃除しちゃう。全部吸い取られるからね。これビル倒れそう。これやべえんだよ。放送局もあるけど、全部吸い取っていく。これもうなんか、ホテルあるじゃん。ラブホー。みんなのラブホーボンド。ラブホーボンド吸い込む。
やべえんだよこいつ。でね、こう地名とかもいろんなのあるんだけど、もう全部吸い取る、全部お掃除する、お掃除、街中は完全お掃除ですね。さあ街をきれいにしていきましょう。きれいにすることは大事ですよ。もうこれ以上大きくなんないんだよこいつこのサンタクロースね、やべえんだよ。これ以上大きくなんねえんだよ。もうほぼ吸い取った。あいつよし、あいつ吸っとる。あー無理か。すごくないこれ、8000ポイントレベル20だって。もうリスキルみたいになってんじゃんこれ。あ、新幹線があるんだけど、チャラリー新幹線全滅、まさかの新幹線全滅した。あいつら吸いとけ吸いとけ。いいね、めちゃくそ楽しい。これがねマジ快感、これがマジで快感なんだよ。あー地名が潰れた。あー東京タワーを吸い取る、やべえんだよこれ。超楽しいけどなんか悲しい。いやーみんな、今回はねバンドリやっていきたいと思うんですけど、ついに来ましたね新曲、新イベ来たんですけれども、こちらあんま注目してなかったんですけど、新曲来るなとは知ってたんですけど、まさかのね難易度が28っていうねことでね、今回注目していきたいと思います。いやーなんて言うんだろうね、リンギングブルームでいいのかな。いやこれがねまあやばそうなんですよね。一応ね後付けで実況しているんですけども、あとこちら初見動画となっております。ね、ロゼリアの曲来るってのは初めて聞いたんですけど、いやーねこれねやってみたんですけど、下手したら普通に6兆年より難しいですね。最初からこれね意味わかんない、こうなんだろうね、統一性ない譜面がこうバーバーバーってくるんですよ。でこのままこう普通にね、普通なのかなーって思ってたんですよね。ここまでは普通だなーと思ってたんですよ。ここからちょうど19秒から32秒のところですね、ここがねめちゃめちゃ関門なんじゃないかなみたいな。今やってるところですね、ここがマジで安定しないと思う本当に。ねこれね6兆年よりね早いんですよ、この譜面って。この曲がすごく早いんですよ。ここはあれですね、ビタミネーションの応用編的な感じですね。あとグレープジュエルみたいな、それのなんか難しい版みたいな、上位互換みたいな感じですかね、おそらく。いやーちょっとねこんなにねやばい譜面になるとは思ってなかったんですよね、で19秒から32秒のところがねすごく関門ですね。でここ優しくなると思いきや、だんだんこうスピードアップしていくんですね。BPM ちょうど6兆年がね186ぐらいなんですけど、この曲ねテンポのこと言うんですけど、 BPM って195とかでしたねこの曲まさかですね、これやばいね。この譜面とかね、謎の譜面来るしね、これね謎の譜面で、これパッショネイトアンセムが混ざってくるでしょ。いやこのギザギザがねすごく苦手なんですよね。パッショネイトアンセムの超難しいところをこうね何回も鳴らされるっていうね、いやすごいなと思いますねこれ。あと連打がね早い。でこれなんか6兆年ね今のところ、で6兆年の前のところがリバースでみたいに似てますよね。いやーすごく難しいですよねこれ、グレートも出まくり、まあ初見ってのもあるんですけど、で最後もこう気抜かない感じでね、いやーこれはね本当にね28と29の捨て途際みたいなとこ攻めてますよねこれ、まあ、28のもう上位互換みたいな、本当にね厳しいですこれ。俺がね思ってた以上にやばかったっすやばいよこれ普通に考えて、トライ目標も全然クリアできてねえもうすごいのを作ったなって思いますね。やっぱでも2つの手で親指でもできるようになってますね。いやーこれでフルコンできない曲が1曲増えましたね。あれ、お友達見るも俺フルコンしてねえんだ。ワクワク間違い探し、俺一人で何やってんだろう。いやーみんな、今回はねワクワク間違い探し、間違い探しのゲーム、クイズ系のゲームですね。皆さんも楽しんでもらえるかと思います。さあ行っていきましょう。フォントが結構雑いですね、可愛らしい感じのフォントですね。1の1マリオみてえな感じですけど、あ
制限ある。これなんかスプラトゥーンのあのジャッジ君に似てない？ねえ、あるかな。あ、なくない。あ、ここだ、ここ。ここと、あと何がある。ソフトクリームの、ソフトクリームあるけど、他ないかな。ん？他ある？他ある？ちょっと待って待って待って。全然わかんない。ん？なくねえか。やべえ、わかんねえ。あ、たい焼きになってる、ここ。右上。で、あとは、トングも同じでしょ？あ、ウインクしてる。よっしゃー、来たー。ゲームクリア、全問正解、セレクト。マッハドッター、マッドハッターじゃないの。じゃあ2面いくか。うわ、難しそう、これ。ドット絵むずいな。左上と、他あるかな。なんかさ、右上気になんない？あれ完全ディグだじゃん。あとはね、あ、これビームになってる、ビームソードみたいになってる。これここでしょ。あとどこだ。あとあるかな。なくないなくない。ちょっと待って。あ、ここ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 、上上上。いいね。今んとこ間違ってないよ。間違ってないよ。オッケーオッケーオッケー。いいんじゃない？次、3ですね。3面で終わりこれ。余裕じゃーん。これ、ここ、ここでしょ？で、ここでしょ？で、あとは？あるかな？他。最後の1個むずくない？ムズリンコなんだけど、ムズリンコ。ちょっと待って。あれ、ちょっとまだあるか？あるか？ある？あ、あ、真ん中にあんじゃん。なんで見逃してたの？あれ？あ、違うわ。これ違えわ。一回やったやつら、俺バカだった。ただのバカだったら。一回正解したやつを二回押した。あ、ここにある、ここにある。いいね。いい感じ、いい感じ。あ、2の1とか、長えな、これ。これさ、37の1とかになったら俺切れるよ、さすがに。うわ、なんか、あ、ここ幅んでしょ？なんかだんだん簡単になってきてねえか、これ。なんかだんだん簡単になってきてねえか。なんかすげえ簡単になってる気がする。あとは、あるかな？待って待って待って、ねえぞねえぞねえぞ。なくないなくない。いや、マジで見えたんないんだけど。どこどこ。みんなわかった？これはむずくないか。ほんとわかんない。ちょっと待って、適当に押してみよう。わかんない。待って待って待って、これ厳しくないか。椅子も同じ個数だし、全部同じにしか見えねえ。やばい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 。5、4。待って待って、ほんとないほんとない。適当に押してみよう。ゲームオーバー。テテテじゃねえよ。なんで嬉しい時みてえな音楽出してんねん。あっ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 、やっとわかった。左上見て、これね、牛乳みたいなやつと、なんかマグマみてえなやつが、これ逆になってる。あー、これね、もうわかんねえよ、これ。難しいな。2の2行くか。あ、下駄箱。あ、まずこれでしょ？これは簡単でしょ？これはだいぶ簡単だと思うよ。一つ一つ見てたらこれ終わりじゃん。はい、ここでしょ？で、あと、ちりごみ。あれ？なんかバグってね？ゲームクアってなんだ？心霊写真みたいなの出た。学級写真がこれ。んで、ちゃんとしろよ、バグぐらい。バグぐらいちゃんとしろよと思うけどね。これ難しいな。
もう、やだこれ。え、待って、もう、ちょっと待って。音量下げていい全部。もうやだこいつ。なんなのこいつ。あれじゃん。YouTuber のやつでしょあれ。バーチャル YouTuber なんないなかった。え、なになになにバル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 。え、呪い。怖い。怖っ。精神的にやばいんで終わります。朝、しょぼんなアクションの神と言われた男が、今回、しょぼんなアクション倍速に挑んでいこうかなと、思います。いやー、なんで、倍速でやろうと思ったんだろう。じゃあ、早速やっていくわ。でね、久々なんだよね、しょぼんなアクション自体。めっちゃいろんなの出るな。まあ、久々なんだけど、今回、まあ、1年ぶりということで。まあ、本当にプロなのかと。まあ、多分プロだったら、これは、1年越しでもまあ、クリアできるだろうと、いうノリでやっていきます。さあ、行こうか。倍速なんでね、まあ、いつもよりは難易度高いかなって感じです。センターキーで行こう。いや、懐かしいな、この感じ。危ないね、君。雪見大福、可愛いんだよな、こいつ。結構マスコットキャラなんだよな、俺の中で。そう。あー、こういういやらしいね。いやらしい感じのね。あ、で、これね、確かね、進むことに、こう、画面が切り替わっていくんだけど、左に行けなくなるんだよね、これ。これが、後々ね、なんで帰ってきたの？あの子、結構、ジャンプ力高くない？君。あ、ここ知ってるぞ。ここにね、隠しブロックあんだよ、ここで。ここ俺騙されないぞ。いやーん！いや、なんで俺分かってたのに死んだんだろう、今。ねえ。今さ、ここにあるって俺分かってたんだよ。で、ここら辺でジャンプして、あーん！今頃だけど、俺、下手くそっていうことが分かったわ。ようやく分かった俺が、できないってことが。で、ここら辺で、そう、中間があるんだよ。中間、よし。中間取って、焦らなくていいんだよ、そう。今回、クリアするの1ステージなんで、まあ、そんな焦らなくていいかなっていう感じ。あ、おばさん！おばさん？よし、ここら辺、あ、そう、こっからスタートだから、いい感じにできるんだよな。で、ここら辺でジャンプして、あ、危ないよ。あー、よし。ここね、確か隠し、あもうさっきからね、すげえ声ばっか出るんだよね。もうね、もう焦らなくていいんだよ。自分に言い聞かせよう。で、ここら辺でジャンプ。え、なんで止まるの？ねえ。今ただ止まったんだけど。しょぼんくん。ねえ。すげえ止まったんだけど、勢いで。確かね、ここら辺で、なんか後ろに出てきた。危ない。あ、まずさ、よし、危ない。で、この上に乗るよ。あははは、もうダメなの、そこはダメなの。もうちょいでさ、ゴール見えてくるんだからさ、ここら辺はしっかりやろう。しっかりちゃんとね、しょぼんくんの気持ちを理解した上で、やんないとね、いけないんだよ。よし。ここら辺でジャンプして、ここジャンプするよ。あー。で、これ、ジャンプ！オッケー、ナイス、あーん！いや、普通に死ぬのやめろ。やったよん。もうすでにさ、8回死んでんだけど、俺。1ステージ1回も死なないつもりだったんだけど、今年のね、俺の目標があって、しょぼんなアクションで1回も死なないっていうことだったんだけど、もうすでに破壊された。もう破壊されたよ。もう破壊されてばっかりだよ、ほんとに。おし。おし、来た。ようやく来たぞ、これ。10分ぐらいかかったんだけど、ここまで。どんだけかかってんの、マジ。あ、この雲ね、みんな、当たったら死ぬから気をつけて。でね、倍速だから結構滑るんだよね、これ。この間いけねえの。オッケー、来た。で、何段目だっけな、これ。何段目かに、こう、メカニズムバーって降ってくるんだけど、粉ー雪みたいな感じで降ってくるから、ここら辺で、ジャンプして、あーん！よし、避けて。で、ここら辺でジャンプ。そう。で、ここ、You are my soul! で、ここで、ジャンプ。ジャンプして飛行機が飛んでくるから、それを避けると。よし、ナイス。で、最後。ここね、俺一発で決めたいっていう夢があるんだよね。夢。ロマンだよね、一発で決めたいって。男ならいける。よし、俺ならいける。ジャンプ！オッケー！あーん！ダメ！
落ち着いていこう、落ち着いて。静香ちゃんになろう。静香ちゃんならいける。これは静香ちゃんならいけるから、このゲームは。よし。まだ来ないか。ここら辺？ああ、まだダメか。お前、チョコレートみたい、板チョコみたいな形しやがってよ、お前。全然来ねえじゃねえかよ。ここ。あれ？来ない？まだ。まだ来ない？君。粉焼き降ってきてよ、そろそろ。そろそろ粉焼き欲しいよ。よし、オッケー。で、ナイスね。ここら辺じゃ、ジャンプしたよ。よし、来た。これで2回目で、2回目で。よし。ここで飛行機出して。これってさ、二重でダッシュできたっけな。あ、それ確かめるの忘れてたな、普通に。二重でダッシュできたら結構でかいんだけど。いやー、いけっかな、これ。あの、黄色いのをめがけて、飛ばしていけばいいんだよ、飛ばして。いくぞ。せーの。ダメなのよ、それは。今度ならいける、今度なら。今度ならいけるぞ、今度。今度はもういけるぞ、これは。これはいける。雑草をめがけていく。いきます。ここ飛んだら賞金1万円。1万円。ここ飛んだら賞金1万円。おーし、来たぞ、ここまで。久々だな、ここ来たの、マジで。10分ぐらいかかってんの、マジで。これやべえぞ。そろそろね、俺ゴールしたいわ。そろそろね、結構これカットしてね、ね、5分ぐらい経ってんのかな。まあまあ来るの苦労してるから、そろそろここら辺でね、決めたいところだね。さ、あーん、ダメだよ、それは。飛ぶ、飛ぶ、鳥になれ、鳥になれ、飛ぶ。ここで飛ぶ。鳥になれ、俺。俺、鳥になれ。押したよね。ゴマフアザラシくん。俺行くわ、飛ぶわ、ここで。豚になる。豚になれ。鳥になれ。俺はバードだ。焼き鳥になるんだ。ここで。ここで俺は焼き鳥になる。ちょっと早めがいいかな。ちょっと早めの、ちょい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 ぐらいの速さで、俺は押さなければならないんだ、ここで。行くぞ。見とけ。はい、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 来た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 、あっ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 、これ、これ、いけんのかな、これ、いける、いける、よっしゃーくー、じゃあ来たよーねー、みんな、ようやくいけたよ。あー、よかった、マジー。あー、1時間かかると思った。18分しか経ってねえけど。よし、こんばんは。今回は、コメットキャンディーというゲームをね、やっていこうかなと思います。こちらね、フリーホラーじゃねえや。フリーのゲームなんですけど、結構ね、面白そうだなと思って、俺向けだなと思ったんで、これ楽しい感じね、やっていこうかなと思います。コンペイトーかな、これ。でね、まあ、最初に言うと、縛りを今回ね、設けていこうかなと思います。まあ、どういう縛りかっていうと、今俺風邪ひいてて、その喉の通し、そういうね、風邪ひいてて、ね、喉の調子がすごい悪いんで、今にも咳が出そうなんで、まあ、これを活かしてやろうかと思って、今回ね、咳をしたら動画終了っていうことで、まあ早速ね、これだけとりあえず、やっていこうかなと思います。なんで、途中でね、読むときに途切れちゃったり、とかはあるかもしれないですけど、まあ早速やっていきたいと思います。さあ行きましょう。初めからでいいかな？エンターでいいのかな？いいね。あんまね、無駄なこと喋りすぎると良くないからね。お、ちょっと画面ちっちゃいな、待ってよ。お、この音楽は。まずは、主人公のカラーを選択してね。お、チョコレートじゃん。チョコレート。おー、なんか髪色違うだけなんだけど。なんかあれだね、徒競走の順番みたい、これ。1位の子。いや、でもね、結構ね、俺的にパッと見て、あ、この子好きだなと思ったのは、赤い目の子結構好きだから4番にしようかな。名前決めれるのかな？おっと？おじょぎり。なんか、声ついてるみたい、そういえば。声がね、ついてるみたいなんだけど、あれ？あ、オッケーオッケー。お、動かせるね。え、これ聞けないのかな？ちょっと待って、聞けないのかなこれ。
あ、サンプル再生あるわ。次の素材って萌え系かな。次の素材ってあー、ちょっと高くなった。あ、ちゃう、低くなった。暇だな。はいはい、うん、おざぎりじょう。うん、ちっちゃいな、声がちっちゃい。まず一番は声がちっちゃいからダメ。却下。次の素材って？これは焼き餅。次の素材って？おお、あ、結構俺こういうのも好きだよ。女の子は結構ねこういう声好きなんだよね。ちょっと男っぽいっていうかかっこいい感じの声。うん？なんて？なんて？俺難聴か？うん？わかんないぞ。うおー、びっくりした。暇だなー。あー、なるほどね。こういう系か。俺でもパッと聞いて。こんにちは。あなたも脇見さん、君の好きな素材って？これかな、普通に。無難に行くとこれかな。小泉小女。この人に決めた。ボイスなしにする。かわいそうだな、それは。それ決める意味あんのか？じゃあ早速決めていこう。お、いいね。チョコレートなハウスだね。かわいい。暇だな。暇そうだな、すげえ。お、コウモリいるじゃん。あ、この子と、なんか探検していくみたいなんだけど、ストーリーがね。私の作るチョコレートはそんなに美味しく、あ、そんなに美味しくないのかな。喋ってくれるんだ。めっちゃ優しいな。俺にちょうどくないこれ。いや、そこは喋んないのか。キュータ、俺みたいな名前だな。まあ、ぶっちゃけ、すごく、おい。おい。しっ。うわ、ないキュー。そんな。バレンタインも近いことだし、一丁素材にこだわってみようぜ、キュー。どういう語尾なんだ、これは。北の香水晶の洞窟に、とびっきりうまい。岩塩があるみたいだぜ。9。塩なんすよ、それが。ソルト。隠し味9。塩っ気の甘さを引き締める9よ。ふーん。なるほどね。じゃあ、行ってみよっか。じゃあ、いっちやってみっか。で、とりあえず、コメントのチョコレート。おぉ、あ、え、なんか、歩くごとにどっか帰っていくんだけど、交互に。で、あ、宝箱、早速ね。あ、ちなみに、言うの忘れてたけど、ホラーゲームじゃないんで、そこんとこ、心配しなくて大丈夫かなと思います。紅茶。MP を200ポイント。結構200って大きくない？どうなのかな？回復ポイント。何回でも使える。いいね。回復する。ここだけすげえ幻想的だったんだけど、今までさ、俺結構、現実味あるゲームかなと思ったら、ここだけなんかすげえ異次元だったわ。とりあえず、洞窟行ってみようかな。急に変わるな。え、さっきまでチョコレートハウスだったらこれなのか？外。あ、ここボイスないんでね。うわぁ、なにここ、とっても綺麗。キュータ、見て見て、水晶が光ってるよ。コメント、遊びに来たんじゃない、キューヨ。言いづらいな、キューヨって。ここはモンスターも出るし、おのぼりさんしてたら、ひどい目に遭うキュー。おのぼりさん。気をつけます。動かせるね。敵とか出んのかな？そこんとこちょっとあんまわかんないんだけど。水晶みたいなのあるけど。これは違うのか？特に押しても何もない。落ちる？あ、落ちれない。特に。あ、スライムいいんじゃん。なんかピンクのなんか汚染されたスライムいるよ。戦ってみる？おお、あ、この音楽好き、俺。何 TP って。HP 高くない？いきなり。結構高いゲージ。やっつける、逃げる。やっつけよう。え？あ、OK。で、魔法とかある？ティンクル、コンペ、ん？コンペとか、ティンクル。ティンクル打ってみようかな。トイレに、ティンクル。強すぎ。いきなり強すぎだろ、こいつ。256ってなんだ？理論値じゃん。何これ？え、ネクスト？イベント？あ、イベント発生ってことか。優しいな。こういうところしっかりしてるのいいよね。
これでイベント発生しましょうみたいな。チョコ美味しいな。もう食べたの？太る気よ。いや、子供の体型見て太らないだろ。もう二次元の子は太らないからね、食べても。今日はいいの。とりあえず、左から行ってみようかな。でもレベルもね、やっぱ上げた方がいいと思うんだよね。何？なんか動かなくなったんだけど、どういうこと？まあいいか。とりあえず攻撃して、46？ 低くない？普通に技打ってった方がいいな、これは。トイレにジンクル。強すぎなんだよな、このトイレにジンクルが。なんだ、今のバグだったのかな？こっから動かなかったんだよね。とりあえず宝箱開けてみて、紅茶。チョコレートの素材探すんだよね。ダッシュとかもできる？あ、できんじゃん。めっちゃいいな、これ。よし、カタツムリ。来たね。これもまあ、トイレにティンクルしてったらまあ大丈夫かな。うん。一発で死なないか。まあ大丈夫でしょ。オッケー。強すぎなんだよ。で、回り込んで、特にでもなんもないからな。イベント行っとくか。本当に綺麗なとこだね。夏になったら、泳ぎに来ちゃおうかな。また始まった。去年なんて素敵な彼氏作って、夏祭りと花火と海に行くのって言ったのに。誰も達成できてないきゅう。今年は大丈夫なの？はぁ、何回聞いたかわからないきゅうね。でもね、上行ったら多分ね、あ、大丈夫だね。もうボスか。これでボス来んのかな？水晶の洞窟。そもそも水晶がどこにあるかわかんない。もうなんか、敵どうでもいいな。なんか MP 消費するのも嫌だし。一気に行くか。ねえねえ、この水晶、ちょっともらって瓶に入れたら、素敵なランタンプになると思わない？この水晶、折れると、光を失う気。大地から、光をもらってる気。なんか急にキャラ変わったな。キュータって、案外、物知りなんだね。案外は余計急。案外さん。行こう。下に行こう、とりあえず。下に行って、おそらくイベントが発生するはず。お、宝箱発見。紅茶。もう紅茶しか落ちてねえな、ここら辺。もう一本道だからね、これ。もう行くとこ限られてるから。こういうのは俺的にはね、嬉しいから。あーん、ここでちょっと、倒すか。この音楽マジ好きだな。ここでコンペイトを使う？全体攻撃、光属性。いや、頭おかしいだろ、これ。頭おかしいだろ、こいつ。強すぎだろ。コンペイト。誰コンペイト。これタイトルにあったやつだからね。あ、レベルアップで、レベルアップもあんのか。よし、いらない。イベント発生して、心モンスターたちって何をご飯にしてるのかな？コンペイトじゃない？コメットみたいな、間抜けな冒険者を片っ端から捕まえて食べる気よ。いやー！でもね、ここら辺で、おそらくもうそろそろ、ボス戦があってもおかしくない気がするんだけどね。紅茶、ゲット。で、ここら辺で、あ、なんかスライムしかいないね、基本。なんか中ボス的なのはいないのかな？あ、マヒャドですみたいなのあるよ。来たか、ボス。水晶か、これが。島がボスになってるタイプじゃないこれ。なんて綺麗なの？これが岩塩球。これ岩塩。いい加減見とれてないで採取しろ球。もう、うっとりする時間ぐらいくれたっていいじゃない。そうだよ。コウモリのくせにお前調子るんだ、カス。周りにモンスターがいないならいくらでもうっとりすればいい球。そうでした。カン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 。じゃあ帰ろっか。もう取ったの？早いね。全然採取できてないよ。もうちょっと持って帰ってもいいんじゃない？あれ？今誰かに見られていたよな。え？コメット、帰る気よ。うん。何？ホラー要素？いやでもホラーゲームじゃないから大丈夫。
これだけは俺も、何？誰？誰？誰？なんか、よもぎ町みたいなやつがいんだけど。どう？は？間違いないね。で、さっきの人放っておいていいの？あの人はアリスさんの。おしゃべりをするつもりはないの。おお、怖い怖い。あいつ癖強いな。それから数日が経ちました。お、おなじみの。こんな声だっけ？俺こんなボイスにした覚えないんだけど、もうちょっと可愛い声にした気がするんだけど、ちょっとおばさん入ってる。ちょっといい塩入れただけで商売繁盛すると思ったら大間違い。さっさと次の素材取りに行く気がもう早いな。次の素材って？これ結構ね、15分ぐらいで終わるって聞いたんだけど、意外と長いね。南に廃墟の水没遺跡。大丈夫そこ。お化けが出そうなとこは嫌。ほんとね。お化けなんて出ないきゅ。ほんとに。むしろお前がお化けみたいなもんだからな、コウモリって。お化けなんていないきゅ。コベットの好きそうな場所だから、さっさと修行、指導取り消す、消してください。その言葉信じるからね。信じるから。あー、かぶせた。今の言葉で信じるのか、あぶすっかっかすって言った言葉で信じるのか。とりあえず、外、減って、オーロラで、回復 C の、外出て、水没遺跡。お、いいね。わ、だから言ってきゅ。コメットの好きそうな場所だって。なんて好き、つぶすって言ってなの？お花が至るとこに咲いてる！ほら、キュータ見てみて。なんか急に下がった。声が急に下がった。遊びに来たんじゃないきゅよ。奥に湧き水、すむ、だ、だ、あるから早く行くきゅ。湧き水、料理の基本、水きゅ。ミネラルウォーター。まずい水じゃ、まずい料理ができて当たり前きゅ。そうだよね。それは、確かに否めないわ。うちの水で美味しくないとは思うんだけどな。はい、早く行くきゅ。あ、はーい。キノコ入ってる。キノコ取っていったらいいんじゃない？結構。いいと思うんだけどね。これ？おー、紅茶家電ゲットー。ここで。で、ここら辺で、ポカポカ暖かくって、お花の甘い香りもして、ここでお昼寝したいな。モンスターがいなければ急ね。キュッ！だってそればっかり。それくらい分かってます。あ、なんか、スリット、スリット抜けたスープ。通り抜けたスープ。ここら辺で、海にね、泳いでんだよね。このなんか魚たちが。だから。あ、結構宝箱ある。こういうのもちゃんとゲットしてった方がいいのかな。イベント、ガンガン進めていこうかな。特に多分レベル上げる必要もないと思うからね。この前行った水晶の洞窟にはお魚がいなかったけど、ここにはいるんだね。あそこの水は青かったきゅ。きっと、銅が溶け出して青くなってるきゅ。そういうとこに、魚は住めないきゅよ。ふーん、そうなんだ。すげえ興味なさそうだな。なーん。で、まあ、右行くしかないよな。ここは？お、ジャンプできたね。イベントウェイクか。ウェイク、ん？とりあえずウェイ行こうかな。ここ、昔は何だったのかな？見た感じ、集会所とかそんな感じきゅうね。神様を、ん？神殿になったのかもしれないきゅう。じゃあ、結婚式とかもやってたのかな？さあね。こんなお花と光が溢れるところで、結婚式ができたら素敵だろうな。びしょ濡れになるだろうね、これ。ちょうど台風だから、まあ、どうだろうね。びしょ濡れになって、
上から滝が降ってきて多分溺れて死ぬと思うけどね。その前に相手を見つけるきゅ。ぐぬぬ、相手なんてもう速攻見つかるでしょ、こんな可愛かったら。あ、特に調べられないし。ここら辺で岩石あるんだけど、岩砕きできたらいいんだけどね。持ってない。ここも特に行けないから、ここジャンプしてこっち側行って、チョコレート、うん、なんかあるね。お、なに、ツインテール、あれ誰かいるね。ほんとね、誰かいるね。誰だ、あの子どこかで見たような。ほんと俺知らないよ、あの子。知らない女の子に近づかない方がいいって。あ、勝手に動いてる。こんにちは、あなたも湧き水を汲みに来たの？湧き水？ふーん、これが湧き水に見えてるの？そうだ、さっき見つけた子だね、アリスって。話で、ね、と一緒に会話してた子だよね。すげえおばさんチックだな、これ、声が。え？近寄らないで、この人殺し！え、うまくない？普通にうまくない？え、うまくない？あの子。え、あれ誰がやってんの？人殺し。おう。人殺し。え、結構長引きそうじゃない？これ。俺結構早く終わると思ったけど。キューだ。まだ落ち込んでるキュー？落ち込むよ。落ち込まないわけないじゃない。なんでだろうね。人殺しとか言われたからかな。あんた怒ってたらいいのにね、あんなおばさん。人殺しって何？一体あの子は何の話をしているのかな。ほんとね、いきなり言われたら何なんだろうね。電車でいるじゃん、急になんかポテトブーグーとか言ってさ、走り出すやついるじゃん。ああいうの掘ってたらいいよ、別に。そんなん気にすることないと思うよ。かわいい。気分転換に出かける球。ほら、この前探ってた岩塩がそろそろなくなる球よ。うん、そうしようか。ほう、まだ続くね。結構、あ、ラスボス的な。こいつ嫌なんだよ、こいつ。こいつ嫌なの。呼びたくないの、メガネ男。ヒッ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 。やっぱりな、結果だよ。そう、あいつが来ていたってことはそんなには気にしていないけど、しかしすごい濃度だよ。ヒッヒッ。何が湧き水よ、本当にバカだわ。おー、なんかこういうさ、展開がさ、あるのって面白いよね。こういうね、相手視点だけっていう設定とさ、まあいいや、それは置いといて。特に回復しなくていいかなーって感じだけど、なんか普通にバトル組んのかなと思ったけど。あ、まだ行くの？光の水晶、洞窟もう一回かな。あ、ここはいつ来ても綺麗だね。ジメジメは治った球か？何ジメジメって。へへ、少しだけね。さ、岩塩を探りに行く気よ。うん、 すごい元気だった。うん、すげえ元気だったね。なんか意外と俺席出ないもんだね。俺速攻終わって終わるかなとか思ったんだけど、そうではなかった。んで、まあさ、昨日じゃねえや。え、なに、何？何？お、知らないよ、今の。え、ぼうぞ、あ、もうびっくりした。俺、びっくりするとこじゃねえぞ、ここ。ここは俺びっくりするとこじゃねえぞ。むしろさっきのさ、ところでびっくりするとこじゃん。なんで今にびっくりした？とりあえず、ティンクルやって、倒すやん。物語で進行してるから、とりあえず、オッケーっちゃオッケーから。で、まあ、俺、本当にこれホラーゲームじゃないからな。もう、ねえ、
これいつかさ、なんかチョコレートのあれになったりするのかな、チョコレートの壁紙が急に出てくるみたいな。なんか出てきたよね、一瞬さ、あの異次元行ったよ、異次元、異次元の世界へ。さあ行こう。すごいね、こういう演出もできるんだね。まあそこは俺もうそういうの気にしないから、もうパッパッパって行くから、もうもうね、戦闘とかどうでもいいから、もうそのままうーって行くから、うーって攻撃、はい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 、音ゲー音ゲー、みんなの大好き音ゲー、はい、イベント、なんだ、あ、もう何事もなかったってわけじゃないけど、何事もないなんて言わせないだろ今のところ。うん、こんなもんかな。さあ帰って新しいチョコでも作るけよ。俺っちはケーキにするのがいいと思うけど、なんで急にジバニャ入れてきた。それはキュータが食べたいだけでしょ。そんなことないけど、おー、アリス来たー、バラージショットガン、あの時のボイス来るか、あ、ないんか。やっぱり何もかもが分からなくなってしまうんだ。たたたたたたた、え、いや、それは聞き取れないよな、この薬中のクソ親父が。何言ってんの、私が薬中、何おじさんだっていうの、コメット、これあ、アリスにもこう見えてんのか。もういい加減じゃないと私怒っちゃうんだからね。なんだか変なやつ急に。コメットさっさと帰る気よ。さっきから何と喋ってるの、気持ち悪い、本当に気持ち悪い。さっさと死んで。死ぬ、私はママとパパと3人の家族だった。急に、なんだこの展開。ある日ママは病気で倒れた。ずっとずっと何年も居眠りながら死んでいた、苦しんでいた。パパはママから目を背けた。楽な楽な方へ逃げる卑怯な大人だった。ついに薬を手にし、何もかもから逃げ出した。そしてママは死んだ。パパがあんなことになってしまったのを知らないまま避けていたのは良かったと思う。ねえねえお姉ちゃん、コメットお腹空いちゃったよお腹空いちゃったよみたいな感じの声じゃん、お父さん。あ、教会前広場にね、パンケーキのお店ができたんだって声聞いてるとき面白いわ。ちょっとこんな展開でやめてくんない、こんな声。普通の声にして、普通のお父さんの声にして。一緒に行ってわけっこしようよ気持ち悪い。ちょっと待って、ごめん。うるさい。あ、あんたがもっとしっかりしていればママはこんなことにはならなかった。この人殺し、人殺し、早く消えろ。怖かった。変なやつ、急危ない、急コメット早く帰る、急。え、どういうこと、コウモリじゃん。え、コウモリだったの、ん、どういうことだろう。コメットがコウモリがいることによってコメットがこのおじさんに見えるのかな。うん、モンスターがいる、キュー。コメット、気をつける、キューよ。気をつける、キューよ。行こう。え、あ、アリス動かせる。これ、メニュー、できないのかな。そのまっすぐでいいのかな。ウサギ。そう。ウサギはモンスターにでも見えてるってこと。人間がモンスターに見え始めたら。特に調べられないか。ん、めった刺し。お、セーブある。
とりあえずセーブ、セーブして、あ、やっとセーブだ。ようやくセーブか。え、ちょっと待って、難しいぞこの考察。一体コメットは誰なんだ。どうしよう、行き止まりだよ。アリス来た。モンスター消えた。え、モンスターだよ、消えた。どうしよう、やっつけるしかないけど、あ、これコウモリとさ、コメットが同じってこと。それがなんか分離したのかな。そうだね、頑張る。あ、闇落ち少女。何この音楽。救急車いいんだけど。救急車いるぞ、スキル。メッタ雑誌使うか。お、結構食らう。強くない？結構。アイテムとか特にないのか。戻るボタンってどうすんだ。あれ、戻るボタン、バックスペースとかできないの？エリート。え、ほう。ちょっとこれね、あの戻り方が分かんないから、とりあえずミスなく、ゼロツルクス強くないか。それは痛くないか。さすがに使うか、これ。はい、オッケー。で、攻撃もう一発耐えれるかな。とりあえずめった出しで。あぶねえな、ちょっと待って、だいぶ危ないぞこれ。で、回復使ってスキル、結構でも余裕あるな、まだまだ余裕ある。多分大丈夫、これ耐えるから。200でアイテム使いの、アイテムがかなり有効だから、有能だから。あ、やべ、攻撃しちゃったな、危ない。102でしょ。で、これもう一回回復して、もういけんじゃないかな、これ一気に。あ、回復された。相手も回復持ってんのか、結構厳しいな。あ、しかもさ、食らわなくなってる。結構さ、200とかだから。相手の SP なくなってるね。だから相手ももう回復技とか使えない。あ、やばい、ちょっと待って。あ、お父さん、殺しちゃったんだね。仕方ないでしょ、娘の私のことまで分からなくなってめった刺しにしようとしたんだから。え、これさ、エンディングもう一個あんの。そう、西にアヘン窟があるらしいんだけど、今度はそこを潰そうと思うの。はいはい、仰せのままに。これバッドエンド的なやつかな。え、あ、まだあんの。どういうこと、まだあんのか。コメットの店はいつもカンコドリが鳴いているきゅね。私の作るチョコレート、そんなに美味しくないのかな。まあぶっちゃけすごく美味しくはないきゅ。あ、わかった。だからあのアリスって子はこういう風に見えちゃうんだ、どうしても。なんかの、なんかわかんないけど、だから二人で喋って何してんのみたいな感じになってたんだね。へえ、そんな。バレンタインも近いことだし、一応素材にこだわってみようぜキュー。素材、北の光水晶の洞窟にとびっきりうまい岩塩があるみたいだぜキュー。え、塩、隠し味キュー。塩っ気で甘さを引き締めるキューよ。あ、これ最初の分じゃない。ふーん、なるほどね。じゃあ行ってみよっか。これ最初の分だ。いや、終わりかーい。
なんだ。お化け話しかけるの。じゃあまず感想を選んでよ。作者マジふざけんな。コメットちゃんを信じる。何も言いたくない。お家に返して。多分お家に返したりしたらあれじゃない、やり直せるんじゃない。とりあえずお家に返してみましょうか。プレイしてくれてありがとう。どん底に落とすために前半あえてめちゃくちゃ可愛い作ってみたよ。パパの立ち絵を描いてくれたヌプリューさん、最後までエロゲだと勘違いしてエロ立ちえ餌分まで描いてくれました。本当にあ小川のもさかです。今回はサイレンヘッドというゲームをやっていこうかなと思います。コミュニティの方でね、いろんなホラーゲームのおすすめを教えてもらったんですけど、そちらの方をやらせていただきました。恐怖の森、グランニー、ゴーホームなどなど、全部クリア分けてできたわけではないんだけど、プレイすることができたんでやってみました。めちゃくちゃ面白かったですね。いやー、やっぱり教えてもらうおすすめのゲームってやっぱり面白いですね。ということで皆さんの知らなそうなゲームやっていこうかなと思います。海外の、ゲームですね。なんかどっかで見たことあるんだけど、まあ、早速やっていこうかなと思います。で、これの内容が、あなたは行方不明のハイカーを探している森林警備隊員です。まあ、ハイカーっていうのは、ハイキングしてる人ですね。が行方不明になったんですよね。で、手がかりを調べ、道をたどる。以上です。はい、以上みたいです。説明が。超シンプル。さあ、やっていきましょう。ちょっと待って、操作感だけ確認していいかな。PC ゲーム自体ね、あんまり触れてないからな。あんまりわからないっていうのがあるから。お、もう動ける。どうかな。ちょっとカクカクしてるかな。わかんないけど。なんだこれ。俺の車かこれは。ひとまず、なんか毒沼みたいなとこあるんだけど。で、とりあえず、よくこの車できたな。なんだこれ。こういう柄かと思ったら、ただ汚いだけか。そろそろ修理出せ。あともう一個突っ込んでいい？この窓ガラスブルーライトカットしすぎて見えないぞ。で、シフトでダッシュと。いう感じみたいです。これ、なんかあるこれ。特に何もないですね。これ歩く、あ、やっぱ走れるんだね。なんだ？なんだ？何？これバック。バックなんだこれ。クリックも何もできないからな。とりあえず周り見渡して何もないですね。右側からめっちゃサイレンの音聞こえる。一応ホラーゲームなのかこれは。だと思ってやってるんだけど。あ、あれ落としてったってことか。あの、T シャツども。T シャツどもを落としてったってことか。一人で行かすなよ、警備員。クマの引っ掛け跡みたいなのあるぞ。とりあえず、敵とかは出てこないんだよね。まあ、結構、どんな感じなんだ、これ。同じとこが続いてる感じだけど。行き止まり？別に道なかったよな、他のところ。結構暗くなってきてはいるんだけれども。え？なんかいるくない？え、何あれ？やられてんじゃん。誰あれ？もうさ、ドット絵すぎて何が何やらわかんない。なんか肉片みたいなの落ちてるよ。なんだこれ。肉片？なんだこれ。肉片落ちてんだけど。ささみ肉みたいなの落ちてるこれ。これ、調べらんないよね、特に。なんかあるわけでもない。戻ってみるか、一旦。これは？さっき見たバッグ。もう、おい。もう帰ろうぜ。もう帰ろうぜ。看板見るの忘れてたわ。はい、わかりません。もう一回行ってみるか。あ、左になんか押せたわ。なんだ？なんだあれ？ブルックみたいな進撃の巨人がいいんだけど。え？来た来た来た！なに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 ？進撃の巨人来たんだけど。ねえ。やばい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 。ポポポポポってなってる。ポポポポポって。何横回転してんの？やばい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 。後ろ来てるって。なんて？なんて言ってんのかわかんないよ。
これ横向ける後ろ向けるかな。え、来てない。あ、来てる来てる。でも結構遅い遅い。あいつダッシュしないみたい。あ、これも調べれたのか。調べたらなんか変わるのかな。びっくりした。なんだなんだあいつは。あいつなんだ。もう一回振り返ろう。あ、いないじゃん。え、いなくない。結構遅いね。あー、来てるね。結構遅いわこいつ。しかもちゃんとルート辿ってるっていう。いや、辿ってねえな。あ、終わった終わった。あれ足の判定少なかった。なんだ。あ、逃げたのか。あ、え、こっから始まんのかな。いや、終わりかい。あの、一回死んでみようか。他のエンドがあるかもしんない。さあ、これ調べてみましょう。はい。で、横向いたらあいつ、やつがいると。でけえなー、でけえなー。俺の何頭身分だお前。おーい、お茶、伊藤園来なさい、こちらに。でけえ。なんだ。あ、持ち上げられた。いや、死に方めっちゃ似てんな。なるほど。なるほど。どっちにしろ死ぬってことですね、これは。はい、どっちにしろ、まあ、バッドエンド。まあ、バッドエンドっていうか、こういう終わり方が普通なのかもしれないけど。はい、こんな感じで終わろうかと思います。いやよくわかんなかったね。でもまあ、面白かったですね。ちょっと、ホラーが混ざった感じで。ホラー初心者にはちょうどよかったかなと思います。ぜひよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。